日本本土の戦い。日本本土の戦いは、太平洋戦争末期における、連合国軍の日本本土侵攻によって起きた戦闘。フィリピンの戦いで、連合艦隊と30万人の守備隊が壊滅し、油田地帯を失ったことで、戦争の勝敗は明らかとなった。大本営は、日本有利な講和の道を詮索するため、米軍に少しでも多くの打撃を与えることのみを考えた。 そのため1億玉砕を訴え、6月には義勇兵役法を定め国民2600万人を徴兵した。特別攻撃はますます本格化した。1944年昭和19年11月にサイパン島が占領され、サイパン基地から発信した B-29 による本土空襲が開始された。軍事工場だけでなく民間施設も空襲を受け、 終戦までに582,873人の死者、行方不明者と344,820人の負傷者を出した。性能の劣る日本機では B-29 に対抗することは極めて困難であったため各地で航空機による体当たり攻撃が行われた。航空機用の燃料不足と 温度決戦に向けた温存策から次第に迎撃は行われなくなった。終戦までに700機を撃墜したが、日本全土は焦土と化した。3月10日に東京が B-29、325機による大空襲、無差別爆撃を受けた。米軍はすでに日本軍の防空能力は皆無であると判断し、迎撃重機をすべて外した上で軽量となった分、 多くの焼夷弾を搭載した。日本の家屋は木と紙でできていたためも得やすく、投下されると30メートル四方に高熱のナパームを噴出する焼夷弾が雨のごとく投下され、瞬く間に東京全土は火の海と化した。民間人の死者は10万人を超え、東京の三分の一が消失した。3月19日、7月24日、25日に 連合艦隊の母校である5が関西汽船300機による空襲を受けた。海軍のエースパイロットを集結させた第343海軍航空隊が迎撃に向かい74機撃墜を報じたが残存していた艦隊は壊滅した。8月には広島市と長崎市へ原子爆弾が投下された。多くの民間人が死亡した。 1945年2月16日に伊王島に米軍が上陸した。日本軍は2万人の兵力で優勢な火力を要する7万人の米軍を相手に戦う事態となった。伊王島の日本軍は1023人の捕虜を除いて全滅したが、栗林忠道中将の優れた指揮により、米軍に28,686人もの損害を与えた。 3月26日に沖縄県ケラマ諸島に米軍が上陸、死守しようとする日本軍との間で戦闘が始まった。その後主戦場は沖縄本島に移り、民間人をも巻き込んだ戦闘は、軍民に合わせ18万8136人もの死亡者を出した。米軍も5万1429人の損害、死者、負傷者を出し、洋島で大損害を出したことも、 相まって計画されていたダウンホール作戦を実施した場合、両軍ともに甚大な損害を被ると予想し、原爆投下を推し進める参謀が増えた。一億玉砕を訴える軍部は、総特攻の先駆けとしてヤマトが沖縄へ水上特攻を決行。航空援護は、ほとんどなく、戦艦特築艦による単独強襲という無謀な作戦であり、沖縄へ向かう途中で、 米関西機386機による空襲を受け撃沈した。米国側資料によれば、魚雷15本と爆弾10発以上が命中し、弾薬庫に引火した後大爆発を起こして合沈した。爆発の様子は200キロ離れた鹿児島で目撃されたほどだったというが、当日の鹿児島地方気象台のデータには、雨と曇りと記述されており、この話は伝説の息を出ない。 4月6日から6月22日にかけて、沖縄の救援のため特攻機1827機による特別攻撃が決行された。初の特攻が、レーテ沖海戦で行われた時、護衛空母、セントローを撃沈する戦果を上げていたため、特攻攻撃は大きな効果があると判断されたのである。結果的に218隻に損傷を与えたものの、正規空母、 戦艦は一隻も撃沈できなかった。艦船の防空能力が増していたため突入前に撃墜されたり、レーダー探知で磁気延期の攻撃を受けたりすることが多く、また命中しても爆弾一発では弾薬庫に引火しない限り撃沈することはなかった。だが、神風攻撃は米軍に恐怖心を与え、戦争神経症になるものが続出した。アメリカ軍が潜水艦、 洋島や沖縄からの陸上航空機、機動部隊搭載機などにより、日本本土周辺の通商破壊を行った。特に3月末から、飢餓作戦の名のもとに行われた、機雷施設が港湾を次々と使用不能に陥れた。潜水艦は、バーニー作戦を皮切りとして、最後の聖域だった日本海にまで侵入し、残り少なくなった日本商船を沈めた。 水上艦艇でさえも、相模灘のような近海まで出没し、1945年7月22から23日の海戦などが発生している。日本軍は非合作戦を発動して、日本海経由での食料輸送を継続しようとしたが、次第に困難となった。南方からの米輸入、満州からの雑穀や岩塩の輸入、北海道からのジャガイモの輸送などができなくなったこと。 燃料欠乏と漁船すら攻撃されることから漁業も難しくなったことなどで都市部を中心に日本国民の食料事情は悪化した。食料を配給量の切り下げが相次いだ。5月にドイツを降伏させたソ連は8月に日本に宣戦線復刻した。満州、カラフと千島列島に侵攻した。戦力の多くを 太平洋方面の戦闘や本土決戦準備で抽出されていた日本の関東軍は圧倒的な戦力で進攻するソ連軍に蹂躙された。植民地であった満州国で多くの日本人が犠牲になり、内地であるカラフと、千島列島でも多くの住民らが自決した。原爆投下とソ連参戦を機に、ついに日本はポツダム宣言受諾を決定し通告した。 その後、ソ連は11日に、カラフト侵攻、カラフトの戦い、18日になって、千島列島の北端である占い森島にも、奇襲侵攻をした、占い森島の戦い。守備隊は占い森島を主し、21日にはソ連は停戦調停に合意した。これにより、ソ連の侵攻は大幅に遅れ、その間に、米軍の北海道進駐が完了したため、 ソ連の進行を避けることができた。ソ連は北海道を共産権として支配することを目標としており、占い森島が占領された場合ソ連の北海道進駐が可能となった可能性が高いため、占い森島の守備隊がソ連による日本分割から守ったと考えられている。日本軍は1945年中か46年初頭には米軍が 未曾有の大軍を用いて九州及び関東に上陸してくると考え、そのための防衛準備を整えていた。作戦名は結合作戦と呼ばれた。根こそぎ動員で整備された陸軍315万人、海軍150万人、国民義勇戦闘隊2600万人が玉砕戦法により本土を主すると定められていた。そのために特攻兵器を中心に、 数々の新兵器の開発が進んでおり、終戦時には多くが生産直前になっていた。しかし、兵器の量産は、原料欠乏や、設備不足、熟練工員の喪失などからもはや困難で、正規陸軍部隊でも、新設部隊の多くには小銃すら渡らず、国民義勇戦闘隊に至っては、農具や竹槍で武装するしかなかった。大日本帝国は8月14日に、 ポツダム宣言を受託した。終戦が行われなかった場合、ダウンホール作戦によって、九州に30万、東京に100万の米兵が上陸し、日本は東西南北に分割され、それぞれアメリカ、イギリス、中華民国、ソ連の支配下に置かれる計画が立てられていた、日本の分割統治計画。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。